岸優太戸部所属で X、旧ツイッター、解説。新グループナンバー I 結成とエンターテインメント会との交流。日本のエンターテインメント会において、元キングプリンスへのメンバーである岸優太が、滝沢秀明による新会社戸部への所属を発表し、新グループナンバー I の結成が報じられました。 同時に、岸の X、旧ツイッターの公式アカウントも開設され、ファンに多くの期待を抱かせています。この記事では、岸士ユタの最新の動向、X の活用、そしてエンターテインメント界との交流について詳しく探ってみましょう。 元キングプリンスへのメンバーで、その魅力的な歌声とパフォーマンスで多くのファンを魅了してきた岸優太が、エンターテインメント界に新たな一歩を踏み出しました。10月15日、彼は滝沢秀明による新会社トベへの所属を発表し、旧メンバーである平野耀と神宮寺ユ太と共に、新グループナンバーアの結成が報じられました。 この発表に多くのファンが期待と興奮を抱いています。さらに、岸優ユタはこの重要なステップを記念し、X、旧ツイッターの公式アカウントを開設しました。その初投稿では、彼の明るく元気な性格がにじみ出ており、X を始めました。岸です。よろしくお願いします。多分緩くなっちゃうと思いますけど、なるべくそれはあげないとなぁと思ってます。 とファンに向けて挨拶しました。騎士うらしいポジティブなエネルギーが彼の X アカウントをフォローする多くの人々に伝わってきます。その後の投稿では騎士は自身の仕事やプライベートな出来事についてリアルタイムでファンとコミュニケーションを取りながら X を使いこなしています。 岸は戸部所属アーティストたちをフォローし、同事務所所属の三宅健や北山博光との交流も垣間見えます。彼のファンにとって、X は岸ユ太タとの直接的なつながりを築く場として、新たな興奮をもたらすことでしょう。岸ユ太タの X アカウントは、 彼のエンターテインメント活動や日常生活に対する興味深い洞察を提供する場となっており、多くのファンからの期待が寄せられています。騎士の活発な投稿姿勢やファンへのアクティブな対応は、彼がエンターテインメント界で新たな挑戦を迎える一環として大いに評価されています。 シユータの X アカウントの活用によって、彼はファンとのコミュニケーションを一層強化し、エンターテインメント界とのつながりをさらに広げています。ファンからの応援やエンターテインメント関係者との交流を通じて、彼の今後の活動がさらに盛り上がることでしょう。シユータのトベ所属と新グループナンバー I の結成、そして X アカウントの解説は、 彼のエンターテインメント界での新たな冒険の幕開けを示しています。彼のファンは、彼の X アカウントを通じて、彼の日常生活やエンターテインメント活動に対する様々な情報を得ることができ、そのアクティブな姿勢に触発されています。岸シユタは、エンターテインメント界においてさらなる成功を収めるために、 ファンとの強い結びつきを築きながら多くの人々との交流を図っています。今後、彼の X アカウントを通じて、彼のエンターテインメント活動に関する最新情報やエンターテインメント界との交流がさらに盛り上がることでしょう。シユータの明るい未来に期待しましょう。